緊張してて、この後夕方6時のお母さんと会うんですけども、勝っちゃいました。あんなに強く言っちゃったのがすごい後悔してて、皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんと渡です。私たちは今車の中からお届けしているんですけども、実はですね、私は今母親と1ヶ月間口を聞いていません。もうちょっといろいろありましてですね、今回はそんな今喧嘩中のお母さんにとあるサプライズをするべく、今秋葉原から銀座のルイ・ヴィトンショップに向かってるんですね。で、なんでルイ・ヴィトンショップみたいな感じになると思うんですけども、発表します。ドン、青木香音、お母さんにルイ・ヴィトンの財布をプレゼントするっていう。でもね、ただプレゼントするわけじゃないんですよ。ちょっとね、渡くんにもまだ事情を言いたいんですけど、待ち合わせして合流して速攻車乗って今動画撮ってるから、今回私が買う理由は4つあります。まず1つ目がお母さんと、どっちが悪いかって言われたらもうどっちもどっちなのかもしれないんですけども、喧嘩しちゃってごめんねっていう気持ちが1つ目。そして2019年は、青木家いろいろと大変でして、お母さんも朝6時から夜10時ぐらいまでもう働き尽くしで、もともとお母さんはヘルニアの病気も持ってて、すごい腰痛い痛いって言いながら毎日働いてて、2週間ぐらい前に肺炎を起こしてしまって、本当こんなに弱くなっちゃってる親を見るのがすごい辛いほど、お母さんは2019年すごい大変だったんですね。なのでそれをお疲れ様っていう気持ちが2つ目。そして3つ目なんですけども、私財布をお母さんから譲り受けてるんですよ。あんたこんなボロボロの財布使ってたらだらしないから、お母さんが使ってるこの財布使いなさいって言って、なんかお父さんから結婚記念日でもらったお母さんのルイ・ヴィトンの財布を私は譲ってもらったんですよ。もうずっとお母さんが大事に使ってるってことを知ってたんで、なおさら今こんな状況になってるお母さんに、なんか私からその新しい財布をお返しするっていう、それが3つ目です。3つだった理由、買いたいプレゼントする理由3つでした。衝動で4つって言っちゃった。もうそれぐらいちょっとね、緊張してて、この後夕方6時のお母さんと会うんですけども、撮影するとか何も言ってなくて、ただごめんねって言いたいんだみたいな、一緒にご飯行こうっていうことだけしか伝えてないんで、で渡くんにちょっと相談があって、プレゼントしたい財布をまだ私は何を買うか決めてないんですよ。あ、でも財布ってのは決まってるんだよ。もう財布ってのは決めてる。ルイ・ヴィトンって言ったら結構ないい値段ですよ。20代の私たちが普通だったらあんまり簡単にポンポン買うようなものではないと。でこのこと関係なしにお母さんは、あ、いいなみたいな感じでボロッと言ってたクラッチバッグみたいな形のカチャってなんかこうつまむやつがついてるやつなんですよ。ちっちゃいバージョンと長財布バージョンって2種類あって、価格差が数万円するんですよ。結構するんだね。そう、それなんだけど、どうなんだろう、どっちをプレゼントした方がいい、なんか踏み切れないんだよね。その結論言っちゃうと絶対どっちでも喜ぶって思ってて、めんどくせえな、本当に本当に絶対どっちも喜ぶ、彼女できないぞ。おかしいだろ。付き合ってますからね。まあでもそのこっからなんか探れるものないかなっていうのはちょっと思った。これ見ちゃうと、これでも結婚でお父さんのあれ多分思い出とか名残とかあるから、考えたら同じような形を、あとはお財布と相談。そう、これなんですよ。こちらです。今画像出てると思うんですけども、これが10万1200円で、これがちっちゃいバージョンなの。ポルトフォイユパラスコンパクトっていう、ちっちゃい財布だけど、でも目の前のカチャって鍵がすごいインパクトあるからいいと思うんだよ。でこの大きいバージョン、これ、あ、そっちの方がいいな。あ、なんだよ、結局こっちか。値段だけなんですよ、迷ってんのは。結局自分の中で決めてるけど、背中を押してほしいだけなんだよね多分今。買います、長財布買います買う、そっちの方がいいねっていう、その一言だけ欲しいためにこんなに回りくどい言い方してるだけなんで、ごめんなさい視聴者さん。喜んでもらえる、それだけの顔だけ見れればいいんで、私は。結局そこだもん、ね、結局そこなんで、はい。ってことで今から銀座に行ってきます。暗っ。
てかすごくない？ Uber のさ、車さすごいね。なんかちょっと社長気分になれちゃうんじゃない？社長後ろ見て当たるね、広くない？後ろに背後霊がいるんじゃない？うちらの背後霊ずっとこの車乗ってんの。そう、怖すぎでしょ。最近怖い動画見すぎて夜さ物音するだけでもびっくりしちゃう。やめて。うわ、怒っちゃうね本当に。あのお化け屋敷動画さ見たことある？私のえな、もうお化けをね逆にその古文にしちゃったからどういうことって東京ドイツ村のゲームセンターをお化け屋敷にしちゃった。本当ですか？はじめまして。もっと脅かせ。あ、もう着きました。 ありがとうございます。着いた。歩行者天国中。ブルガリですよ。ブルガリって言ったら香水髪の毛なくね。なんか髪の毛が、なんかあの日本ハムファイターズの森本ひちょり先生に似てますけどね。顔。いやこんなにルイ・ヴィトンが似合う女はいないなと思って。あ、なるほどね。顔がね V っぽいもん。怒ってんじゃん。ということで買いに行きます。在庫はもう確認してる。確認済みです。で店内の撮影はできないので私買ってくるんで、あのちょっとお待ちください。じゃあ行ってきます。買っちゃいました。皮むけたねやめて、ちょっとやめてください。銀座のど真ん中何言ってんですか。一皮むけたってこと。皮むけたってやめろちょっと私のやりたい儀式があるんですよ。この後儀式。お母さんがちっちゃい頃から私に、あの人に財布をプレゼントするときは財布の中にあらかじめ1000円を入れておくのよみたいな、お金が貯まるようになるからおまじないらしくて、この後カラオケボックス行ってします。やりましょう。はい、いざ儀式。なにこれ。金色。さすが銀座。え、25,000円だ。これ買う人いるんですか。ジャイアン。ジャイアン。今のうちにあの残しておきます、記念に。早速このビトンちゃん、ビトンちゃんを顔隠れちゃうけど開封していきますよ。ごめんな、ママ。先にちょっと1000円を入れさせてもらいますね。もしかしたらお母さんの国の風習なのかもしれないんですけども、これ渡されるときに私は1000円札を入れられて、うん、めっちゃ嬉しいね。嬉しい。おまじないなのよって言って。だから私も教えをね、あの守りますよ。ということで今から開封をしていきます。すごい。やば。すごい。いくよ。せーの。おー、あ、なんかあれか。お、結構重い。緊張するわ。どうぞ。おお、赤い。お母さん赤いのがいいって言ってたからね。いくよ。ドン。うわー、なんかもう盗めないね。いやー、これはこうか。うおー、すごい。こうなってます。キランキランの。ちょっとあんまり開いて跡がつけたら怖いから軽めにしときますよ。この赤の色めちゃくちゃいい。なんかね、そう、上品で艶やか。お母さん赤超似合いそうだね。似合うと思う。で、中はなんかペイントされてますね。あのルイ・ヴィトンのペイントっていうか革、うん、ザ・ルイ・ヴィトンみたいな柄の。じゃあ1000円をほい。この財布自分でも使いたい。使いたい。どうする、これもらっちゃう。え、これマジで嬉しいと思う。大人になったね。大人になりましたよ。自分で稼いだお金で大切な人にプレゼントするっていいね。まあ、視聴者さんがね見てくださってるからこういうことができるんですよ。お母さんの反応が楽しみだね。ね、はい。僕はあの出ないんですけど、直接本人から、まあ、電話なり LINE なりでちょっと聞きたいと思います。はい、その様子は次回ご覧ください。はい。
今回の道中まで動画が少しでも楽しいな、もしくは次の動画期待してるよっていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もありますので、そちらも画面下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。緊張するー。